このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回はフランスのパリから直送されたインテリアや雑貨が並ぶお店、パリの蚤の市イン秋田にお邪魔します。ちなみにこれはおいくらくらいなんですか？これは、はい、なるほど、2000くらいかな。2000くらい、うん、2000、もう手がね、手が届きやすいですよ。買って毎日眺めるみたいな感じ、パリから来たって考えたらロマンがすごいありますよね。うん、なかなか行けないですもんね、パリ。旅して旅して2000円ですよね。そうだよね。すごい。ちょっとこうフランス人形っていうんですか、なんか人形、お人形もありますね。まあこれはおもちゃに近いものですけどね。はあ。中にちょっと本格的なやつもありますけど、マスクっていうんですか、はい、これもいいです ね、 あ、わ、これ少年隊じゃないですか。懐かしい懐かしいというかもう相当これ少年隊ですよ ね、 あでもいいですね、仮面舞踏会ね、仮面舞踏会ね、うん、これもパリ、ちょっといいですか。え、これもパリなんですね。出てみてもいいですか、試着似合いそうだな。あ、似合いそうあ、なんか似合うよ。笑うしか起こってないじゃん。我が輩だ。誰かわかんない。ずっと笑ってる。怖いもん。もう疲れてんじゃねえか。何なんだ。ああ、なんかオペラ座の怪人みたいな。あ、そうね、確かにね、こう被ってるそんな感じがします、ね。あ、ちょっとでも上がりますね。気分が。あ、そっち。自然にね、そういう高揚してきますね、これは。むしろちょっとね、なんか子供さんにも喜ばれそうな星の王子様ですね。めっちゃ懐かしい。かわいいなこれ。すごい。へえ。懐かしい。あ、こんな手には、あ、1500円ですって。1500円。あら、これ紙でできてるのかもしれない。紙、うん、すごい高値がつきそうですね。状態もね、そこまで悪くない。確かに、うん、はい、いや、いいですね、これは。じゃあ、なんかメルカリ出します？やめろやめろ、出しちゃいます。出しちゃいます。今流行りの、でも今実際に来て、実際に今ね、そうやってネットで今買う時代ですけど、実際に来てこう見てね、そうね、松葉さん聞きながら、あのね、リアルにこうね、いいですよね、見て触れてっていうのはいいよね。そうよね。素敵だ。いや、面白い。もうすごいな。エビなんかすごい心奪われてる。なんか気になるのありますか？結構ね、いろんなものがありすぎて、うん、はい、なんかね、うん、さっきからこの子と目が合ってて、この人は、この子は何なんですか？フクロウですか？あー、かわいい。めっちゃ可愛いのがいるんですけど。あ、それフクロウ。ちょ、あ、痛い。痛いの？そんなに？ちょっと泣いたんか。いや、ちょっと。痛かないだろ。すごい、前回。あ、痛い。痛かないです。そこまで痛かない。落ちたい。あら、あ、ほんとチクチクの。ちょっとね。おお。これちっちゃいのもありますね。かわいい。そういうのもなんかあんまり見ないんで、いいんじゃない、かわいいですね。これ買って名前つけたらいいじゃん。あー、うん、名前つけたら。でもなんか、ね、いいね、うん、似合う似合う。ほら、ちっちゃい子もいる。あー、ちっちゃい子もいる。あ、かわいい、うん、おー、あ、こっちが目が優しいですね、うん、いいね。これおいくらだったらちょっと欲しいですか？これですか、はい、うん、なんぼだべー、うん、一点物に等しいと思うんですよ、多分、うん、結構高いじゃないですか、これ、はい、いや、安く見て、はい、あれ、でもこれ5000円とかすんのかな。安く見て5000円、1個5000円、1個2個で5000円くらいです。お、2個で5000円。2個で5000円。なかなかいい出来です、ね、何でできてるの、ね、あんまり見ない素材だし、かわいい、面白い。次回も知ったけいいとこプレゼンします。